構造、カーマンラインは、海抜高度 100km に引かれた、仮想のラインである。国際航空連盟によって定められ、このラインを越えた先が、宇宙空間。この高度以下は、地球の大気圏と定義される。この高度に達した、人工物及び人間が、宇宙飛行を行ったと認定される。カルマン線とも言う。カーマンラインの名は、ハンガリー出身の航空工学者。 セオドア・フォン・カルマンに由来する。厳密には地球の大気圏に明確な縁はなく、大気圏は高度が上がるほど気迫になり、その層の重なりは様々な考え方で分類されている。このため宇宙空間との境界線については分類方法によって非常に異なるものが設定されている。例としてアメリカ軍では50回り、 連邦航空局では 80km 以上の航空を宇宙空間と定義しており、アメリカ軍は独自定義以上の高度を飛行した機体の前、搭乗員に宇宙飛行式賞を授与している。熱圏や外気圏をも地球の大気圏に含めるならば、宇宙空間との境界線は海抜高度1万 km まで拡大する。層の重なりについては、渦も参照。 フォンカルマンは、自重を支えるのに、十分な揚力を得られるだけの大気がある高度をおよそ 100km と算出した。正確な高度は、様々な変動要因により異なるが、工学的に一貫性を持たせるため、フォンカルマンは 100km を宇宙と地球との境界として定めることを提唱した。このフォンカルマンの案を、 ファイが採用したことからカーマンラインは世界記録や多くの条約で宇宙空間との境界線として使われるようになった。前述したような計算では科学的には前提の設定次第で 100km でも 80km でも大きな差はない。2018年11月にファイはカーマンラインを高度 100km から 80km に見直す。 可能性があることを発表した。ありがとうございます。